はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、マルさんですね。はい、ロキを一つ抜きます。やっぱちょっと PB 見て面白そうだなと思って、はい、触発されてしまう。わかります。まあ結構ヒットに関しては、ヒットのところに関しては本当これ安定してますんで、ロキは。切りやすい方を切ります。まあかなりお買い求めやすい方かなというところです。まあサインもね、出なくないんで、全然ケースに3とか4いてもおかしくない場合も普通にあるんで、あとはそのインサートのコートね、種類何を引くかね、結構種類もあるんですよ、サインカードの。はい、じゃあ行きます。レギュラーとインサートですね、仕分けしておきます。あとパラレル、ね、シリアルは箱2枚入ってる場合もあるけど、まあ、大体1ですね。フィルム、あ、ロキって見えちゃった。はい、うん、探偵ロキ、こんな感じ。18番ですね。よかった。結構ね、ロキさん、これヒドルトンさんじゃない場合も普通にあるんで、結構面白いっていう評価ですね。やっぱり見た方気になってきたな。とりあえずフィルムがワンヒットね、ロキでしたんで、あともう一つのヒットが何か、種類はいっぱいありますんで、ホログラムのキャラクター版、実写版、まあもう一個フィルム来てねっていう場合もあるけど、あとなんだっけ、あと鉄板とそんなもんか。でもそうですね。あ、そう考えるとみんな結構同じぐらいの確率なのかもしれないな。あ、シリアルでした。225。まあね、だいたい箱1シリアルですけど、あの225スタートなんで生産数はかなり少ない感じです。レギュラーセットの枚数もね、少ないので。また最後の方かな、これも結構アッパーデックさんも封入位置ってだいたい似たようなもんなんで、フィルムだ。サイン乗ってるといいけどな。いきます。せーの。あ、乗ってる。あ、はい。また乗ってた。でもこっちのおばちゃん？お姉様？あ、B15 か。B15 ですよね。はい。うん。モサクさん。はい。おお。フィルムオート、昨日も出て今日も出ました。だサイン、まあこうね、まあ B15 さんとかいらっしゃいますけど、まあメインキャスト、まあでもパッケージにいるから結構メインで出てくる方なんでしょうね、キャラクター的にも。まあサインがいいか、ホログラムのインサート
狙いか。まあ、結構だから、同じぐらいの比率、3、4種類のインサートが同じぐらいの比率になってるんじゃないかなと思いますね。鉄板もケースで、まあ、1枚、2枚とか、そんな感じらしいので、まあ、多いと3枚とか。だから3枚、3枚、3枚みたいな感じで、3枚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 。あ、2枚か。ホログラムは1枚、1枚っぽいですもんね、あれね。なので、結構平等な確率でサインカードとかいけるんじゃないかなと思います。あとは何を引くかというだけであって。あとはまあ封入率の問題もあるんですけど、まあこの製品は先ほども申し上げた通り。まあ安定してますんで。まあエターナルも安定してましたけどね。まああれはちょっと作品の人気によるかもしれないですけどね。あれもまあサイン普通にあるんで。はい、となりました。サインカード出ました。よかったです。ロキさんの方だったら最高でしたけどね。まあ。うん、はい。じゃあこちらでね、今日は発送します。ちょっとまたロキが売れ始めました。ありがとうございました。